はい、シュプリンプラスです。じゃあ今日は23年 FW シーズン立ち上げウィーク1の発売アイテム見ていきたいと思います。今週末8月19日発売予定となっているということで、発売アイテム、全部で立ち上げは70アイテムぐらい、非常に多くのアイテムが発売になりますが、発売アイテム出ましたので、今日はアイテム一点一点見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、こちらはシュプリームプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。ということで、昨夜、プレビュー公開になりまして、アイテム全部見ていったんですけれども、その、配信動画も、アーカイブ残っておりますので、まだ見ていらっしゃらない方はそちらもぜひ、ご覧いただければと思います。今日はウィーク1の発売アイテムが決まりました。そちらを、早速見ていきたいと思います。立ち上げはね、70アイテムぐらい、非常にたくさんのアイテム出ますね。なので少し急ぎ目で見ていきたいと思います。まずジャケットから、まずセットアップですね。 2-in-1 ゴアテックスポーラテックライナージャケットということで、ミリタリージャケットが発売になると、中ライナーがポーラテックになっていて、これ脱着ができるというアイテムですね。で、表地はゴアテックス、カラー3色で、セットアップでパンツ、カーゴパンツも出るよと、ゴアテックス素材のカーゴパンツ。次、タイガーバーシティジャケット、これは2009年 AW のアーカイブデザインということで復刻ですね。トラビス・スコットが着用して、以前着用して結構話題になってましたね、こちらの画像。まあ若干デザイン、この S が2個になってたりとか、94が23になってたりするんですけれども、ほぼデザイン一緒ですね。でカラーはちょっと違いますけど、その復刻が出るということで、非常に話題になっているアイテム、これはかなり人気になりそうですね。カラーはブラウンと、あとオレンジ、あとブラック、ブラウンとオレンジは袖の部分がツートンカラーになっていると、袖はレザーですね、というアイテム、これ人気になりそうだと。それからクラックルデニムトラッカージャケットとレギュラージーンズ、これは手作業でクラックル加工っていう特殊な加工で、このように模様を浮かび上がらせていると、非常に独特な模様ですけれども、ホワイトとインディゴブルー、この2色出ますけど、ホワイトの方はかなりグリーンがかった感じのホワイトですね。それからレギュラージーンも出ると、そしてレザーカラーユーティリティジャケット、毎シーズンのように発売になりますけども、若干毎回デザインが変わっている。今回は襟の部分がレザーになっていると。カラーはこの、花とクジャクのような、柄が、総柄で落とし込まれたこの総柄パターンと、あとグリーンとブラック、この3色にで発売予定と。それからもう1個セットアップ、スペルアウトエンブロイダードトラッカージャケット、トラックパンツの、トラックスーツのセットアップ、トラックジャケット、トラックパンツのセットアップっていうのは、だいたい立ち上げで何かしら出るんですけれども、今回はこのようなアイテムが発売になると。ロゴが刺繍で入ってるっていうのがやっぱりポイントですね。カラー3色で、そしてアーチハーフジップフリースプローバー、アーチロゴデザインのディープパイルの、結構ざっくりとした感じのフリースのプローバージャケット、ハーフジップですね、ハーフジップのプローバージャケットになってるよと、というジャケットルックブックも見ていきたいと思います。これバーシティジャケット、そしてこれがゴアテックスジャケット、それからクラックルデニムのトラッカージャケット、といったようなアイテムがジャケット類発売になると。そしてセーター、セーターシルクマップカーディガン、これはマンハッタンの地図、をプリントしたシルクをこの前のところに縫い付けているというデザインの、結構上品な感じの雰囲気の、カーディガンですね。それからブラードロゴセーター、このぼやけたロゴをうっすらと浮かび上がらせたクルーネックセーター、ウールのセーターですね、3色、でシルクカーディガンはこういう感じ、非常に上品な感じ、おしゃれな感じの着こなしができるアイテム。そしてシャツ、ルーズフィットオックスフォードシャツ、最近このオックスフォードシャツはルーズフィットシルエットで発売になりますね。ルーズフィットオックスフォードシャツ、定番のアイテム、ウーブンプラッドシャツ、ウーブン編みの、
コットンシャツということでチェックのシャツが3色発売予定と、ヘル SS シャツ、これはアーティストのダッシュスノーのアートワークですね。ダッシュスノーのアートワークを総柄で落とし込んだシャツ。ダッシュスノーといえば、まあ、あのコラボもやってるんですけれども、昨年出た、この総柄の T シャツ、これ結構人気になりましたね。これダッシュスノー本人ですね。これリチャードソンの、テリー・リチャードソンの写真を落とし込んだ総柄の T シャツですけど、ダッシュスノー SS トップっていうのは発売になって結構人気になりましたね。いいアイテムですね。そのダッシュスノーのアートワークを落とし込んだヘル SS シャツ。それからスウェット類。スウェット類はまずサンライズフーデッドスウェットシャツとスウェットパンツセットアップで発売になると。これもアーティスト作品でアンドレ・トンプソンによるキャラクターデザインのフーディーとスウェットパンツ。アンドレ・トンプソンは公式インスタグラムがありまして、結構こうカラフルなデザインが特徴的な、カラフルな色使いが特徴的なアーティストですね。あ、これ出ちゃったね。変なの。はい。スモールボックスジップアップフーデッドスウェットシャツとスウェットパンツ。ジップアップのスモールボックスのフーディー定番アイテムですけど、今回はこの小花柄が出るよと。それ以外にも、無地のカラー6色で発売予定。それからショートパンツ。カレジエイトパッチワークレザーフーディー。このパッチワークのレザー、ロゴということでカラフルなロゴになってますけども、レザーのロゴなんですね、のフーディー、5色で発売予定、カーゴポケットジップアップスウェットシャツ、カーゴポケットがついたスウェットジャケットのような感じのアイテムですね。ジップアップの、スタンドカラーのジャケット風に使うアイテムですね。上着になるようなスウェットジャケット、それからインサイドアウトのクルーネック、インサイドアートのアイテム、最近あのボックスロゴのフーディーとかも出しましたけども、昨シーズン、この表裏、裏が表になっていると、裏地を表にした、スウェットシャツ、そこにアーチロゴをプリントしているので、ちょっとボコボコした面にプリントしているので、結構こうひび割れた感じにプリントになってますね。なので、まあ、あの古着っぽいイメージに仕上がってるんじゃないかなと思います。というスウェット類、それからトップス、まずはフーデッドサッカージャージとサッカーショーツ、これはレイヤーで重ね着したようなサッカージャージですね。フード付き、袖付きのサッカージャージ、カラフルなカラーで蛍光イエローとかも出ると。サッカーショーツはシンプルに、これも一応レイヤー風にはなってるのかな、この裾の部分が、というサッカーショーツも発売になるよと。それからボーンズホッケージャージ、ホッケージャージの上にこの大胆にあのボーンズパターン、この人骨のパターンですね。今シーズン、ヘインズのサーマルが発売予定ですけれども、ボーンズサーマルっていう、その雰囲気の、ホッケージャージ、ホッケージャージのこの背番号の上にこのこれアプリケですね、きっとね、アプリケが縫い付けられているという、ホッケージャージ。それからウォーキートーキー SS トップ、トランシーバーですね。トランシーバーをかたどったカラフルな、総柄の T シャツということで、ウッドランドカラーなんかも発売になる。グリッドジャガード SS トップ、ジャガード素材のコットン T チェックの格子柄の T シャツですね。それからデジャーブ SS トップ、これは、まあ、毎シーズン定番で出る、毎回こうテキストが違うんですけど、今回デジャブというテキストが入ってるんですけれども、コットンスラブジャージという、まあ、肉厚のコットン素材を使った、T シャツ、それからカレジエイト SS トップ、これもコットンスラブジャージですね。同じく肉厚の、素材を使った T シャツ、これは非常にシンプルなカレッジ風デザインの T シャツ。スノーカモもリストされていると。そしてスモールボックスティー、定番のスモールボックスティーはカモ柄が出ると。今季このカモフラージュパターンが結構、いろんなアイテムで使われてますね。あのミリタリージャケット、ゴアテックスジャケットのライナーのポラテックもこのパターンでしたけど、他にもいろいろ出てきますね。でまずスモールボックスティーにこの
カモ柄が採用されているということでトップ3。それから立ち上げ T、 立ち上げ T は、プレビューに載っているアイテム全8型全部発売になると。まずは NBA ヤングボーイ T、 もうこれはリークでも出てた時点からかなり話題になっておりましたけれども、 NBA ヤングボーイの 4T が発売になると、これはもう間違いなく人気になりますね。でカラーのカラー展開ももう出てたんですけど、今ちょっと出すの忘れてた。また次回の動画で出したいと思いますけれども、カラー展開出ておりますので、まあ、あのシュプリームプラスのツイッターなんかでもツイート、カラーの写真の画像のツイートをしてますので、そちら見ていただければと思います。で NBA ヤングボーイはもうかなりもう若手のラッパーと若手のラッパーとしては若い人たちに非常に支持されているというラップアーティストなんですけれども、 YouTube の公式サイトチャンネル登録者数はなんと1280万人ということで、ものすごいですね。それだけ非常に熱狂的なファンが多いアーティストですね。まあ MV の再生回数1億2億3億当たり前っていうような、もう連発しているようなアーティストなんで、なので今回のこの NBA ヤングボーイのフォトティー、これは非常に人気になりそうですね。それからダウンタウンティー、これは先ほどのアンドレ・トンプソンによるデザインの総柄、前も後ろも袖にもプリントが入っている、ちょっと結構豪華な感じの、T シャツですけれども可愛いですね。こんなのも出ると、他には T シャツ、スケルトンティー、ウォームアップティー、これはエバーラストのサンプリングロゴ、ステンシルティー、そしてフレーキングアウトティー、それからゴッサムティー、ゴッサムティーはあれですね、あのバットマンのゴッサムシティのイメージで多分、作ってるんでしょうね。あのシカゴの街並みが、元ネタになってるっていうことなんですけど、まあ、シカゴの超高層ビル群、その辺を、プリントしていると、ロゴに落とし込んでいるというデザインになっていると。それからワーシップティー、これはスケートボードデッキデザイナーのショーン・クライバーによるデザイン、ステンドグラスですね、教会のステンドグラスのようなイメージのプリントになっていると。まあ悪魔ですけど、写っているのは天使じゃなくて悪魔、何かあの焼かれてますね。そんなような感じのグラフィックが入ったワーシップティー、これあのショーン・クライバーのT シャツ、昨シーズンもなんかスカル のイラストのやつが出たんですけど、それも非常に人気になりましたね。なのでこれも結構人気になってくるのかなという感じがします。 T シャツ8型発売予定。それからパンツ、チノパン、これ定番アイテム。それからレギュラージーンズ、レギュラージーンもこれ定番なんですけども、このグリーンのウォッシュドグリーンが出ると、すごい色ですね。このライムのようなカラーのウォッシュドグリーンも今季はリストされていると。それからバギージーンズ、バギージーンズは定番カラーに加えてブラウンとこのエンジカラーがリストされてるよということで、パンツ、それからハットですね。ニューエラー、ボックスロゴニューエラー、いきなり立ち上げて発売予定となっております。このワールドワイドデザインのやつですね。シュプリームの拠点が、各拠点、世界各国の拠点がこのように星印で描かれていると。日本はもうかなりギュッとこう集まってますけれども、そのようなデザインのボックスロゴニューエラー、これ人気になりそうです。カラーは5色で発売予定。青いスペルアウト5パネル、これは青い産業が刺繍していると。シュプリームのロゴを縦と横に重ねて入ってるっていうようなキャップですけれども、刺繍のキャップ、それからウォッシュドチノツイルキャンプキャップ、これ定番アイテムですね。定番アイテムですけども、今季は、レオパード柄が入っていると。レオパード柄に赤ボックス、これ人気になりそうですね。それからリップストップのキャンプキャップ、これは、ダメージ加工のリップストップのキャンプキャップ。そしてピグメントダイの S ロゴ6パネル、ピグメント顔料染めなんで、ちょっとあのこう、色落ちしたような雰囲気に仕上がっていると。そこからメス、メッシュバック5パネル、メスというテキストが入った、5パネル、それからブーニー、
このブーニーもミリタリーブーニー、これももう定番アイテムと言っていいアイテムですね。もう結構毎シーズンのように出ますね。ボックスロゴが入っているミリタリーブーニー、今季は鴨柄、それからこれはバーシティ、ニューエラビーニーですね、ニューエラのビーニー、ボックスロゴのビーニーはまた、12月頃多分ボックスロゴのフーディーと発売になると思うんですけれども、このバーシティビーニーというのがニューエラのアイテムで発売になると。カレッジ風のロゴプリント、バッグにはスモールボックスが入ってるというようなデザインのビーニーも発売になってくると。これはキャップ類、ハット類、など見てまいりました。そしてバッグ、今シーズンのバッグはなんか結構スポーティーな感じのデザインですね。このような、ブルーと、このグレーのツートンカラーみたいな感じのデザイン、その他にレッド、ブラック、ホワイトで、この4色でバックパック、ダッフルバッグ、トートバッグ、それからウエスト、そしてショルダーで、これなんだ、スモールシンチポーチ、ポーチですね、ポーチが発売になると。全6型。そして最後アクセサリー、アクセサリーはハーモンカードのサウンドスティックス、まあこれはリークで出てましたけれども、結構良さそうなアイテムですね。なかなかおしゃれな、あのインテリアとしてもおしゃれな感じで使えそうなアイテムですね。値段もインラインで3万とか4万とかぐらいだったんで、まあ5、6万ぐらいでは買える感じになるんじゃないかなと予想してますけど、ウーハーとあと、スピーカー2つくっついて、結構音良いんじゃないかっていう感じですけど、クリアでビビッドなサウンドを堪能できるってことなんで、サブウーファーからの深みのある低音と左右のサテライトスピーカーからクリアでビビッドなサウンドを堪能できるよって、言ってますんで、まあ音良さそうですね。そして外のポケットトーチ、ポケトーチ発売予定と。これは昨シーズン出なかったアイテム、この立ち上げで出てきますよと。そしてそれから他にもアクセサリー、ボックスロゴランプ、これ30センチのテーブルランプみたいですけど、ブルーと赤、それから立ち基地の箸と箸置きのセット、ブラックレッドの2カラー、それからグラスキャンドル、こんなのが発売になると。これはまあショーン・クライバーの T シャツのデザインですけど、こんなのも発売になると。最後スケートデッキは、スケルトンデッキとあとゴッサムスケートボード、この2種類が発売予定となっております。ということで、ウィーク1立ち上げ発売アイテム見てまいりました。まあ注目はやっぱりボックスロゴニューエラーと、あとなんだ、NBA ヤングボーイのピクチャー T、 まあ結構立ち上げいろいろありますね。でもね、良さげなアイテムが、それからまあバーシティジャケットでしょうね。まあこの3アイテムはまあかなり人気高くなってきそうですね。それ以外にも結構あの他の州であればすごくあの一番人気になってきそうなアイテムもちらほら入っていますので、立ち上げは非常にあの盛況になってきそうですね。ということで今日は立ち上げ発売アイテム見てまいりました。立ち上げ全部で70アイテム近くのアイテムが発売予定となりますので、まああのショッピング楽しめるんじゃないかなと思います。ということで今日はこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。